私は山下幸子、28歳の専業主婦です。夫の翔太と5歳の娘パニコと3人で暮らしています。翔太は商社に勤め、家族のために朝から晩まで働いてくれています。今日は翔太の帰りがいつもより随分と遅いなと思っていました。最近は残業続きで帰りが遅いのですが、いつもは帰宅している時間なのに帰ってきません。私は心配になって翔太に連絡をしてみました。翔太、仕事終わった？なんだかいつもより遅いけど何かあったの？ああ悪い、もうすぐしたら帰るから。そう、何もなかったならいいんだけど、気をつけて帰ってきてね。わかったよ。残業で疲れているはずなのに、なんだか翔太のテンションが高いことが不思議でしたが、すぐに帰ってくるというので待つことにしました。ママ、パパまだ帰ってこないの？あら、パニック起きちゃったの？うん、パパに今日幼稚園で描いた絵を見てほしくって起きちゃった。そっか、でもね、もうこんな時間だし、絵を見せるのは明日にして寝なさい。わかった、眠たいから。そうする。そうしなさい。おやすみなさい。うん、おやすみなさい。朝になったらパパに会えるもんね。私はパニコを再び寝かしつけましたが、その後も夫は帰ってくる気配はありませんでした。しばらくリビングでホットミルクを飲みながら待っていましたが、すでに夜中の2時を回っていたので、私は改めて翔太に連絡をしてみました。翔太、どこにいるの？ねえ、こんな時間だよ。もう先に寝るからね。私が送った LINE に返事が返ってくることはありませんでしたが、さすがに朝になったら帰ってきているだろうと思いながら布団に入りました。はあ、ママおはよう。ママ起きて。あら、もう朝？大変、準備しなくちゃ。ねえママ、お布団にパパはいないけど、どこにいるの？え？いない？驚いたことに、夫は昨夜帰ってきていなかったのです。 LINE にも返信がなく、それどころか既読にもなっていませんでした。私は翔太が何かトラブルに巻き込まれてしまったのではないかと一気に不安になりました。とりあえずパニコを幼稚園に連れて行き、私は夫の会社に連絡をすることにしました。はい、パニコレ商社です。そちらに勤めております山下翔太の妻ですが。ああ、翔太さんの奥様ですか。僕、同じ部署で働いてる井上です。今日はまだ翔太さん出社してませんが、何かありましたか？やはり出社してませんか。実は昨夜から主人が帰宅せず連絡も取れないのですが。え、昨日ですか？帰ってないんですか？最近残業が続いていたから、昨日は久しぶりに早く帰ろうって全員が定時上がりで帰りましたけど。え、昨日は早くに帰った？本当ですか？会社の人の話では、驚いたことに昨日は定時で帰ったというではありませんか。ではあの時連絡が取れた時に夫は一体どこにいたというのでしょうか。そして今どこにいるのでしょうか。私は不安でたまらず実家の母に連絡しました。お母さん、翔太がどこにもいないの。会社にも連絡したし、心当たりがあるところは全部探したわ。でもどこにもいないのよ。え、翔太くんが行方不明だって。私もそっちに行くわ。気をしっかり持つのよ幸子。あなたにはパニコもいるんだから。うん。私はとりあえず心当たりのあるところに連絡をしましたが、何の手がかりも見つけられず途方に暮れてしまいました。駆けつけてくれた母はまず翔太の両親へ連絡を取ってくれましたが、翔太の両親、親戚一同誰も翔太の行方を知りませんでした。そして翔太との連絡が途絶えてから数日が経ちました。私たちは警察に翔太の行方不明者届を出すことにしました。ママ、パパはどこにいるの？私たちのこと嫌いになったから帰ってこないの？泣かないでパニコ、
きっと帰ってくるから、それまで待ちましょう。行方不明者届を出したらすぐに見つかるはずという私の考えは甘かったようです。翔太の消息は依然つかめぬまま、私とパニコと二人で翔太の帰りを待ち続けました。最初は貯金を切り崩しての生活でしたが、半年もするとさすがに生活が苦しくなり、私はパートを掛け持ちで働くようになりました。結婚後ずっと専業主婦だった私は、お勤めには6年のブランクがあるので正社員で雇ってもらうことができず、時給の安いパートが精一杯でした。私が朝から晩まで働きに出ることになり、パニコは幼稚園を辞めて保育園に通うことに。仲のいいお友達と離れ離れになるのは本当にかわいそうでしたが、仕方ありません。パニコが小学校に上がってからは、翔太の思想を知った同級生からからかわれることも多くなり、明るかったパニコは次第に塞ぎ込んでしまいました。ねえママ、夜逃げって何？みんながパニコとママはパパに捨てられたって意地悪く言ってくるの。ねえパパは帰ってくるよね？うん、きっと帰ってくるからこの家で待っていようね。そうパニコにも自分自身にも言い聞かせていましたが、さすがに私も翔太を待つことに限界を感じていました。そして月日が流れ、パニコが成人を迎えた頃のことです。ママ、今テレビ見れる？あら、どうしたの？いいから急いでつけて、パパが。え？パパが？私は夫の消息が報道されているのかと慌ててテレビをつけました。するとそこには信じられない映像が流れていたのです。はい、今日はこちらの海外セレブの男性を取材したいと思います。お名前はジョニーさんです。どうもこんにちは。ジョニーさんは投資家で多額の財産を保有されているそうです。自宅も総額数十億だそうで羨ましい。こんなにたくさんの美女に囲まれた生活をいつも送られてるんですか？やめてくれよ、恥ずかしい。彼女たちはジョニーガールズだよ。はあ、さすがですね。セレブの世界は違います。ところでジョニーさんは東洋風の顔立ちですが。ああ、祖父が日本人でね。驚きました。なんとそこには翔太が映っていたのです。15年経ったとはいえ、夫の顔は忘れません。ジョニーと名乗ってはいましたが、どう見ても翔太です。行方不明になってから私はパニックを抱えながらも必死で働いて育ててきたのに、彼は海外で悠々自適の生活を送っていたなんて。やっぱりパパだよね。そうね、パパだわ。これって私たちのことを捨ててパパは海外で楽しく暮らしていたってことだよね。パパの無事を毎日祈ってきたのに裏切ってたわけ？許せない。許せないわね。パニコにも苦労をかけたし、何よりこの暮らしぶりは一体どういうわけよ。その後、海外のセレブジョニーについて調べると、翔太がいなくなった年に宝くじで大金を当てていたことが分かりました。そのお金を元手に投資に成功して現在に至るようです。ママ、私絶対にパパのこと許せない。私たちのことを捨てたことを後悔させてやるんだから、いっしし。パニコ、何をするっていうの？それからパニコはそのテレビ局に垂れ込みをしました。海外のセレブジョニーは翔太という日本人で、妻子がいて十数年前に行方をくらましたと家族写真とともに情報を提供したそうです。翔太にも私たちの話が伝わったようですが、彼は知らないと言い放ったそう。その後、私とパニコはテレビ番組に出演することになりました。世論を味方につけることにしたのです。はい、翔太はまだパニコが5歳の頃にいなくなったんです。それからは私が一人で一生懸命働いて育てたんです。彼は無事なのかと思いながら、この十数年親子二人で暮らしてきました。なんと海外セレブジョニーは実は幸子さんの夫だった。さらに20歳の娘さんもいた。これは驚きの事実が発覚しましたよ。パパ、なんでいなくなっちゃったの？ずっと帰ってくるのを待ってたのに。さて、
ジョニーさんはこの件について取材を拒否されております。続報をお待ちください。翔太はワイドショーやゴシップ誌に連日追いかけ回され、ネットも大炎上。逃げられなくなった翔太は DNA 鑑定に応じました。その結果、彼が山下翔太本人だということが証明されたのです。パパ、なんで私たちを置いていったの？一体どれだけ苦労したと思ってるの？そうよ、パニコはまだ小さかったのよ。うるさいな。お前たちのせいでせっかくの暮らしが台無しだ。全く余計なことをしてくれたな。裏切った家族にかける言葉がそれ？ひどすぎる。人生をやり直せる大金を当てたんだ。あんな冴えない生活よりももっといい生活を送りたかったんだ。それにはお前たちは邪魔だったんだよ。なんてことを言うの？彼は多額の金を持って愛人と海外に移住し、日系三世のジョニーと偽り、さらに現地で株の投資で大儲けをしていたのです。彼はせっかく大金が入ったのだから人生をやり直したかったと言って開き直っていました。パパ、私絶対許さないからね。大金を当てたって言うけどさ、私たちって戸籍上じゃ家族なんだよ。ママは無事を祈って7年経っても失踪宣言しなかったし、その財産をもらう権利は私たちにもあるんだよね。は？何を言ってやがる。この金は全部俺のものだ。お前たちにはビタ一文やるつもりはない。そう言えるのも今のうちだよ。イシシ。世間から大バッシングを受けたショートは信用を失い、はべらせていたジョニーガールズとやらも全て去っていきました。私たちは裁判を起こし、ショータの財産の一部をもらう権利があると主張しました。世間を味方につけた私たちは結果的に未だ現在戸籍上家族ということで、翔太の財産を共有する権利を勝ち取ることができたのです。翔太から離婚してくれと言われましたが、しばらくは別れてやりません。長年にわたって騙されていた恨みは深く、これから長い時間をかけて翔太にはしっかりと償ってもらうつもりです。まあゆくゆくは翔太とはもちろん別れて、彼から絞り取ったお金でのんびりと生活をしようと思っていますけどね。ご視聴ありがとうございます。次はどんな変わったパニピさんが出てくるんでしょうか。お楽しみください。